小学校でのプログラミング教育が必修化されたことを受けて、太宰府市の小学校では初めて地元企業と連携したプログラミング授業が行われました。タブレットを前に真剣な表情の児童たち。今日午前10時半過ぎから太宰府東小学校で行われた授業には6年生27人が参加しました。小学校でのプログラミング教育は昨年度から必修科目となり、教材を用いて授業は行っていましたが、地元企業と連携した授業は太宰府市として初めてとなります。今日の授業では企業からの講師の説明を受けて、 LED を順番に点灯させるプログラムと、暗い場所で LED を点灯させないプログラミングを学びます。参加した児童たちは試行錯誤しながらも楽しげに理解を深めていました。太宰府市の担当者は、磁場の力を活用しながら必須科目の対応を行っていきたいと話しています。